も仕事終わりに駆け込んでなんとか間に合いました。早速ロングシャフトから練習していきます。ゴルフをされている皆さんにお聞きしたいのですが、インパクトの際に意識されていることなどありますか？もしよかったら参考にさせていただきたいので、コメント欄で教えてください。今日はたくさんたくさん素振りをした後に純正シャフトで実際に打っていきます。最近芯には当たらないものの、飛距離が安定して200ヤードを超えるようになってきました。もっとど真ん中に当てて球をまっすぐかっ飛ばしていきたいです。球筋を見ると結構飛んでくれたように見えたんですが、最後よろけてしまって飛距離がだんだん下がってきちゃいました。疲れてくると手力が入ってだんだんフェースを閉じて打つようになってしまうので、そんな時はクラブを変えて気持ちを切り替えて打つようにしています。次は6番ユーティリティの練習をしていきます。最近球を上から潰してしまう、かぶしてしまうようになってしまって、アウトインの癖も出ているので右に行くようになってしまいました。最近自前のタンブラーにコーヒーを入れて持っていくのがマイブームです。休憩後はスクレッチも兼ねてアプローチやピッチングなどのアイアンからやることが多いです。次はおじいちゃんから譲ってもらった3番ウッドの練習をしていきます。最近アプローチの後に3番ウッドを打つと180から190ヤードあたり出ることが多くなってきたので、すごく嬉しいです。最後に軽くドライバーを打って終わりにしたいと思います。足で蹴って体を回す感覚を再確認するためにテイクバックで溜めて打ち練習をしました。週の始まりブルーになってしまいますが、一緒に頑張りましょうね。チャンネル登録とグッドボタンで見守っていただけたら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。またね。